このチームちょっと怪しくないか。まあ、よりいい怖い。やばいよな、ちょっと。オッキー感溢れてるから怖いんだけど。ケインとおしゃべりしたいだけのやつが集まった。仕事で集められてるからしょうがないよ。盛り上げてるのは伝わる。いかやく監督も悪者なんだが、カブオは完全にアウトだ。あれは監督のエグいボケ。忍者配信と間違えてませんか。ここは他人の不幸を笑う配信ですよ。もしかしたら桃谷エリカがきっしょいやつに舐められるの大好き。スタンミスコンチャスタンミスコンチ。いかやく、はい、CS! さっきも CS! 1CS なんだけど。まあ、そうだね。おめでとう。さっきの試合も CS5 見てたんだよな。ある程度ね、AD アサシンも興味あるけど、普通にいろんなチャンプを触ってみたい時期である。いろんなチャンプを触んなかったじゃん、俺。今、ロルが楽しいんだよね、単純に。イレリア勉強中だ。ちょっと勉強がいる、あのジャンプは。興味が失せたわけではない。敵を倒しました。ただの爆弾だって。他の連はさすがにサメさん。お前年がら年中ロリ楽しいって言ってるな、嬉しいよ俺。ロリよりおもろいゲームないから、俺ロリよりおもろいゲームがやったらまあそっち行くよ。ロル楽しいのになんで昇格しないの。しない。あ、そう、あの、そう、俺ダンジョンメーカー買ったんだ。なんか時間泥棒っていうから配信前にやるのやめといたけど、これいけそう。キュッ。うわっ、うわっ。ダンジョンメーカーなんかおもろいらしい。敵を倒しました。W の CD が上がっ、おいナイス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 。ゴッドリーシー。いや違う、スマホスマホ。いやなんか360円ぐらいしたから、有料のゲームでここまで流行ってるの珍しいなと思って調べてみたんだけど、まあ課金もあんまりしなくていいらしいし。公開してない。いや、してるからな。違うんだよな。大嘘なんだよな。気になる人見てみて。ダンジョンメーカー。任せとけって。ユーナマなんか俺あんまだったんだよな。ラスト今ちょっと話題だね。ロード・オブ・ダンジョンは要素が多すぎてなんか流行んなかったっていうのを聞いた。俺も触ってみようとはしたけど、なんだかんだ触らなかったな。飽きやすくなんだ。飽きやすくなんだ。シビライゼーション。コアなの出てきたな。シブ5、シブ4は買ったけど、なんだかんだもうやんなくなっちゃったね。ドーブスターバトルはもう広告費クソほど稼いだだろうが十分だよ。いや渋はある程度怖いでしょ。なんか DLC とかも結構買ったけど、なんか1回のゲームにかかる時間が長すぎてやめてしまった。見えてるのか。見えてないか。
刺さってるな。レゲンドは6号に笑い。大丈夫、任せとけって。高速タワーバトルのレート2000超えたよ。ファクトリオちょちょい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 飛べ。いやバカほど稼いだでしょ。でも想像絶すると思うよ、あのバズり方は。そう、渋はねマジでちょっと時間がどん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 吸われてしまうから。でも間違いない、AOE3 はやったことある。ダスマンプロがやったのって3だっけ。日本軍使った、日本軍。バズるってなんだろうな、多分 YouTube 語だと思う。YouTube 系の。ロール、日にならんから、日にならんから。あ、そんなうめえの。3ミロル2000時間2000時間どころじゃない、俺8000時間ぐらいやってるからこのゲーム。プラチナ1なんですけどね。ねえ、あお。Damn son。俺もなんかこの辺こうローム系だからミッドから動きたくないな、ワードだけ巻いて。嬉しいね。なんかバトルフィールドはなんか期待外れすぎて、なんか動画が低評価だらけになってた。撮りたいなこれ。味方が倒されました。ランページ。ブフブ、ブフゴ、チーズ食らってからの離脱ダブルはなんだよ。バラ、現在はクラッシュ見に来ました。こんにちは、クラッシュないんだよね。何風で来るなら買うぞ。わらわらに、レジデンスレイペア。ビタミンジとサバだと4000時間だった。でもクソ箱は楽しみって言ってたよ。大丈夫、任せて。あの人何のゲーム出る時も楽しみってでしょ、ダステルボックスは。世界大戦楽しみなんだけど、俺はお前の動画に低評価してるよ。やめれー。なんかあの PV みたいのに、なんか義手のなんか変な女が出てきたんだよね。いや全然なんかリアル思考のゲームなのに、全然なんかわけわかんない SF みたいになってんじゃんみたいな。なんかそれで低評価つきまくってた。何それは。味方が倒されました。味方が倒されました。これ折れない。これ間に合わんか。味方のタワーが。うわ間に合わんかこれ。いやーファースト行きたかったなー。うわあと一発か。そうやな、だからリーシンがうめえこれ。もう一本いっとこう。味方がタワーを破壊しました。そうですね。お肉言ったようにやってたわ。BO2 だよ、コット系俺あんま触んなかったんだよな。大量発生したイメージ。日本サバ1くらいの349レベル
アラームとかじゃないの。だだ、ね、何してんのそれ。味方が倒されました。マジ？味方が倒されました。いい感じなんだけどこれ。え！うざいな、なんかめっちゃ避ける。いやダメかこれ。ブリッツブリッツごめんブリッツごめん。生きたわ。涙言ってない俺。味方のタワーが破壊されました。キャンペーンだったらまさに BF じゃねえの。敵を倒しました。ドミネイティング。 PS3 のリメイクが出てほしい。丁寧に作ってくれ。いつは癖がすごい。じゃあ BF1 とか BF4 とか、なんてマップがクソすぎたんだよな。 BF3 に関して面白いって言われてた理由って、そのマップのルートが限定されてたとこなんだよね。いやなんか BF4 からかなり開けてるマップってのが多すぎて、あんまり。FPS のなんか、いや必要だと思う、ルートの限定ってのは。味方がタワーを破壊しました。BF4 全然してない。What？ 死ぬよ。ウェ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 。マジか。ヒ！無理だな。味方のタワーが破壊されました。危ねえ。負け確定までじゃないよ。全然確定じゃない。クラッシュ負けてない。今日やってないんだ。 BF の近未来はもう出てんだよ。前にもうかなり前に出てる。バカ馬っていうか、しかもバカ馬なんだよね。こっちのチームを支えてくれてる。わおナイス、わおナイス。やってないんだよね。今日なしになっちゃった。ごめんよ。まあ評価良くないね。明日もないと思うな。いやいや、ミッドしても死ぬだけ。さすがにセカンド倒れてるから、ヤストに守ってほしいなこれ。味方のタワーが破壊されました。分からん。
も起こしたのけ。パソコンがぶっ壊れちゃった。落ち着いてるよ。ここは安そうに言ってもらう。カニロジハットぶっ抜けや。二人でやってもつまらなくない。パソコン版なら3カットけ。3枚。ゲーム自体は面白いけど、やっぱり人がいないよ。人がいてこそのオンラインゲームだから、新しいナンバリングを買った方がいいと思うけど、5がどうなるかは分からん。大丈夫、任せとけって。何やってても敵が2人でやってもつまらんとか言ってくる。分からない。それは評価次第というか。あのしかもコットと BF って出る時期がすごいあれなんだよね。かぶるんだよね。でコットの作品も今回すげえ注目されてるから、触ってみた差があるから、どっちかにしようかなと思ってる。評価がいい方にしようかな。そうありがとう。まあここでフェズチョイスしてわけよかったよ。トップタワーみんながいないとラカンのオールインで俺で死ぬんだよ。レーンが長すぎて俺一人であのレーンに行けない。4も俺やったな。なんか俺なんかハースストーンのコロネコって知ってる？あの人とあの人の仲いいんだけど、あの人が元コット4の人なんて。いない。そうなの。これ死ぬとまずいな。ゾンビに初めて触れたのがなんか BO2 かなんかで面白いって聞いてたけど、あんま面白くなくてなんかはぁってなった記憶がある。もういいルートじゃないそれ。惜しい。L4D2 結構あの対人用ね、配信とかする前におわきさんっているじゃん。なんかツイッターで募集したらあの人が来て一緒にやったんだよね。なんかニコ生とアラド戦記はもう無理だと思う。ふざけてに。やばいこれやばい。あぶねえ。 L4D とかさ、 Steam のフレンドでたまに2000時間とか1000時間やってるやつがいて、何してんだって思うけどな。クラシックやってないんだ。よし。その名前みたいに言うなぁ、ラド戦記。ナイス。うわっ。ナイス。ジンクス。いいね、勝ち。ジンクス。わお。それずらすの。やば。おめ。もうワンウェーブ押せるかなこれ。おじゃ。知ってるよ。クラッシュ今日ないんだ、ごめんよ。クラッシュ今日ないんだよ。やんねえんだよな。ここ。敵を倒しました。
やばい、これやばい、来るぞこれ、来るぞ、惜しい、火力出てるなぁ、チグスめっちゃブル欲しいんだけど、あらららら、ちょっと、いやちょっととかじゃないんだよ、俺にクールダウンも完結した、欲しいな、ここら辺のファームもう怖い、忘れれば与えられん、プリさん、あやばい、おお怖っ、はい、負けた？負けた？負けるんだな。雷神のチームでメンバー誰なの？ゾウ先輩いんの？昨日のメンバー？いいね。そっからこらせん。あ、負けるの？負けるんだね。ゾウって言うのだから。敵を倒しました、味方がタワーを破壊しました、やそいけ、ちょ俺孤立してるんだけど、俺孤立してるんだけど、なにこれ、敵を倒しました、さすがにバロンミニオンは一回じゃクリアできないか、面白い、待って待って、ジンクス危なすぎる、危なすぎる、あれ爆弾どこ置いたっけ、ジンさん、いやこれかなり悪くはないな、悪くはないな、じゃあティーンさんの配信で知るらしいよ、俺のなんだよね、16になりたい、グレイブスすごいな、今日暮らしないんだよね、ごめんよ、まあよかったね、昨日苛立ってたからな、今日の配信でもなんか切れたらしいし、暮らしできてよかったよ、ちょまずい、これかなりまずい、味方が倒されました、敵を倒しました、無理そう、俺守れるかこれ、
ごめんだけどこれ無理そうでござる。味方がタワーを破壊しました。これは無理だな。味方のタワーが破壊されました。インヒビはあげていいよ、いいでござるってこれ。味方のインヒビターが破壊されました。あ、あ、どこだ。TP させちゃったか。まあいいか。大丈夫、任せとけって。リシン、そろそろ俺ファーム取っていい？許される？許されそう。ライン使わない。俺50005敗なんだよね。ボイドはいらねえっぽいな。ボイドいらない。どういうところか。まあでもブリンク系多いから俺確定じゃない。どうした？おお、ダメージ、オーマイガー。ここグレイブスやばいって。うわっ、敵を倒しました。ダブルキル、いい感じ。ナイス。わら、半年前の新仮面行け。素晴らしい、ナイスナイス。ブレイブスの自衛をしたのでけえな。ところでヤスを何してん。ヤスはエコーと、エコーと遊んでんのかな。さっきからヤスを何だな。ヤスを解かなかったんや。かなり頑張ったけどな。すんげえ頑張ったけどな。ドニャかな。ドニャでいいかな。まあどんどん育ってきてる。多分あれ、あのビルドだったらエコーに 1V1 勝てるから。試験できてたらさすがに。やじゃ。すげえな。仮面？今の仮面ってそんな。ブレイブスとかスワインとかにオールインされたらワンチャンやばいから。それでいいんじゃねえかな。リセットちょっと熱い。仮面積んでな。さっきも言ったじゃん。結構ギスるんだと。結構ギスってる。ボイド今回いらない。あーでも。いらん、いらん、な、いらん。アイテムはないし、仮面死んだらもっとダメでるな。ジンクス！ぶねえ。大危ない。結構ギスるんだよな。まあ、勝ちだったからね、勝ちだった。ジンクスめっちゃ怖いんだ、さっきから動きが。当たり前だろ、当たり前だろ。まもなく味方のインヒビターが復活します。おい、これ どうなんだろうか。いいね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 。やってんのか。オーマイガー、オーマイガー。ジンクス、なんでそっちで一人になるの。ゾーニングできてると思う。ゾーニングできてると思う。ナイスナイス。ジンクスを守って、ジンクスを誰か守って。
ジークソマ持って敵を倒します。2人で行けよ、一緒だよ。俺ボット突破すよ。たまあ、行けるでしょ。行けない？行けるよね。いや、行けると思うよ。行けると思うよ。知見済みでしょ。行ける。行けると思うよ。ナイスナイス。味方がタワーを破壊しました。いや待ってくれよ。大丈夫かい。怖いな、すんごいレベルで怖い。痛い。ダウンキー。味方が倒されました。アンスタッパブル。ダブルキー。ピュッピュッ。おほほほ。すげえな。大キャリーしてしまった。大キャリーしてしまったな。味方がタワーを破壊しました。味方がインヒビターを破壊しました。大決まり。大決まり。